おはよう。あっ、おはよう。目つき悪いと思うけど気にしないでね。見えにくいから目に力が入ってるだけ。メガネ忘れちゃって。あ、初めて話せた。ねえ、はい、その1時間目の歴史の教科書ってどれだろう。ち、うん、ちかー。俺の使う適切な距離を保たないと。え、そ、ありがとう。どうしたの？見ようよ。いや、俺はいいので。ミエさんをサポートするんだろ。このくらいの近さで緊張してどうす、うん、メガネなしで遠近感つかめなくなってるのかな。それか、もともとそんなの気にしない人なのか。ちょっとずつ近づけたらそれでいい。うん、ところで誰だろう、よく見えなくて。あ、小村くんか。隣の席だし。そっか、